スワボミル・コンラート・ペシコは、ポーランド・ポトカルパチェ県野洲出身のプロサッカー選手、ポーランド代表、レヒア・グダニスク所属。ポジションはミッドフィールダー。ビスワプツクの下部組織出身。2002年8月28日のポーランドカップの試合でトップチームデビュー。2008年6月、レフポズナンに移籍。2011年1月、1FC ケルンにシーズン終了までの契約で加入。なおメディカルチェックの結果腎臓を4つ持っていることが明らかになった。シーズン終了間際、酒に酔ってタクシー運転手とトラブルを起こし警察に逮捕された。最終的に罰金2500ユーロが言い渡され、さらに契約延長していたにもかかわらず来シーズンの構想から外れた。ウルバーハンプトン2012年8月9日、ゼンケルン監督のストーレ・ソルバッケンが指揮するウルバーハンプトンワンダラーズ FC に1年間のレンタル移籍。2012年10月、内側側副靭帯を損傷し、全治3ヶ月と診断された。FA カップルートンタウン FC 戦で復帰。シーズン終了後、ケルンに復帰。ケルン復帰2013年7月31日、パルマ FC への移籍と、レンタルでの残留が発表された。シーズン終了後、完全移籍に移行。2008年11月19日のアイルランド共和国代表との親善試合で、初キャップ。2010年1月17日のデンマーク代表との親善試合で初ゴール。2011年まではレギュラーだったが、戦術のトラブルのため UEFA EURO 2012のメンバーから外れた。ありがとうございます。